何してんの。おはよう、ひなこ。ちょっとやっぱ寒くなってきたから、ストーブを出したよ。まあ、炊かないけどね、準備準備。で、こたつにしようかな。こたつも始めようかね。よかったね。電気は入れないけど、まだ多分。準備だけしようかとね。もう扇風機さんも片付けたよ。ひなこちゃん。こたつもしようね。おこげちゃんはストーブが好きだったけどね、この前で。ひなこちゃんはどうかな。やけどしなさんのやんたね。うん、早速こたつ のお布団の中が気に入ったの。あれ、うい、ひなこ、ひなこちゃんや。うん、ねえ、ふんふんふん、ねえ、このこたつの電気が入ってブーンって音にたまがって飛び出してきたね。めちゃめちゃ警戒してるよ。背中から飛び出したもんね、あんたね。ピャーンっつってね、こっちはひったまがった。めちゃめちゃ警戒してるがね、みなこ。怖いのか。まあね、こういうの暖房のなんだあれのヒーターのこのブーンって音初めて聞くことだもんね。たまがるわな。中はあったかいんだけどね。めちゃめちゃ警戒してますね。ガラガラ言ってんな。今日からこたつをしたからね。電気が入ってたらびっくりしてね、ブーン言ってね。うん、今ブーンって音してないもんね。おこたが気に入るかな、ひなこ。うん、よいしょ。あら、まったり寝てたのに。うん、にゃにゃ、にゃにゃ、うん、にゃん言うの、かわいいね。うん、にゃん言うのか。しっぽ、長いしっぽ。ひなこ、ごめんね、遅くなった。はい、ひなこ、これどうかな。あ、よいしょ。ほいっと。ね、あんた暗いとこ好きだろ。うん？どうかな？暗くて入り込むとこ好きだから、屋根付きのやつを買ってみたよ。どうかな？使ってくれるかな、ひなこちゃんは。うん？どう？どうかな？どうかな、ひなこ。噛むところではないんだがな。
どうね、ここ噛んじゃうぐらいだったらもう奥にしちゃう。はい、おいでだよ、我慢といてくれ。ふわふわでゴロゴロしてくれるかなと思ったんだが、どうやらそうはうまくいかないみたいですね、ひなかちゃん。どうかな、また遊んでくれたまえ。どうですか、もしリンスが抜かれた場合、再び抜き返す余力は残っていそうですか。いやー、ちょっとその隙はなさそうなんですよね。ということはリンスはもうこのままブロックしながら最後まで行くしかないということですか。そうですね、でいかにしてその抑えるかというところにかかっていると思いますけども、このね、あれでひなこ、どちらに軍配が、どっちが勝つかね。もうこの2台の戦いということになってきそうだ。少しミルはついていくことが苦しくなってきた。ランキング争いも激しいが、うわ、おっと、滑った、今滑りましたね。お、今お父さんの映像が左に出ていますけれども、いやちょっとやばいかなって思ったら、まあ、若干その打ち合としてはチャンスだったりする。ここですね。おお、青木さん、これライダー心理としては初優勝がかかっているアレックス・マルケスはこのままの2位表彰台をキープというよりはやはり初優勝を目指して最後まで攻め続けてきますか。そうですね、まあ、それも